やってないのよ。電波が悪くなったらまた来るんでしょうがないんだから。まあどうせに私はこれ大した配信ないからね。あとね。今多分ゲームしたらあれかな。ね。片付けじゃ接続費再生かかるもんな。一缶で結構ねだけで寝てたからな。もうすぐできそうにないしね。いっか。ご飯食ったらすぐ眠くなっちゃいかんね。そうね。まあ今日ゲームソフトでね、まあこれを買いましたね。買ったというか届いたということですね。これね、ネットで買ったら安かったね。新品なんですけどね。まあちょっと脳トレとかねいいかなと思って買ったんですけどね。ちょっとね、まあ昔ね DS の方であったんですよ、この脳トレ、脳を鍛えるってやつね。でこれをねネットで、ね、ポイントが多い時に買ったんですよ。新品なんですけどね、2000何本だったかな。確かネットで買った方が安かったのかもしれないね。長いですね。普通でね買ったら多分ネットじゃなかったらもっと高いんだと思うんだよね。分かんないけどね。川島なんとか、川島龍太っていう人が作ってるね、あのゲームソフトですわ。ご飯食ったはずだからさ、すぐ眠くなっていかんねや。血がさ、そっち行くから眠くなるんだよなってたね。まあそれでね、これよかったんで、これねちょっとネットでね買って安かったんです。2500円だったかな。まあそれでちょっとやろうかなと思ってますわね。まあ最初は多分ね、あれだね、操作の仕方がまだあれだけど、まあ、買ってばっかりだからな。昔はね、DS でやったんですよ、これ、DS でね。あの、3DS あったじゃない、これね。川島龍太っていう人の。まあ、これね、いろいろ、前はね、なかったやつもありますよね。箱を数えるってやつとね、旗を上げるやつと、対戦ノートレとかね、そんな感じですね。モーションキャプチャーなんか昔なかったのに、それがあったりですね。とか言うんですよ。モーションってようできてんね。どうなってすごいね。まあ手書きの方がいいね、今のとこね。モーションでうまくいかんかったらあれだしな。多分うちなんかね、年取ったやつでしょ、最初はね。まあ今ね、これ買ったやつはね、こういう2つついてね、ペンとね、そういうソフトがついてるんですね。これで2500円だったかな、新品でね。ネットで多分買った方が安いと思うよ。あのもしかして量販店の方が高いかもしれないね。いつもネットで買ってるんですよ。で点々とポイントが多い日に買ってるんですね。ポイントが少ない時買うと損するんでね、本当に。そうね、この前ね、あの買ったやつもそうだ、ポイントで買ったんやと思うね。ポイントで買ってるからさ、別に損得何もさ、あの損もしてない。